タートしてで、あ、スタンバってください。今8分前になってます。はい、少し回してください。今動画何分かかあと3分前です。皆さん来ていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。今日は皆さんお忙しい中ちょっと狭苦しい空間ですがお集まりいただきましてどうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回はですね、とある家族の物語、インスタグラムでご存知の方が多いと思うんですけど、昭和の家族っていう、大ヒットのね投稿がありまして、それをこちらの田中さんがされてまして、それが見事にですね出版社からお声掛かりがあって、このように書籍化になったということで、実は明日25日に一般発売なんですけども、出版社の方ちょっとお願いしまして、ここのへその町文庫でなんと1日早く先行発売が叶いましたので、どうもありがとうございます。はい、で、先行発売をしてますのと、田中さんにいろいろとね昔の昭和の、それこそ家族のお話とか、昭和の西脇のお話、それから、昭和の家族インスタのエピソードで、出版に至って、見事めでたくこのとある家族の物語が出来上がった、その辺のお話も、たっぷりお聞きしようと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。ちょっと質問コーナーなんかもね、最後のでちょっとまとめてさせていただこうかなと思ってます。インスタライブでちょっとそのいろいろご支援ご声援いただいたりですね、ご質問もあるかと思うんですけど、ちょっと最後の方でまとめさせていただきますので、ご了承ください。よろしくお願いいたします。ということで、始めたいと思いますけど、はい、よろしくお願いいたします。田中直人さんでよろしいですね。はい、田中直人さんです。私は、お知り合いになって、フットパスさんで、フットパスさんっていうワンデーショップとかイベントをされてて、ご存知でお店のね、イベント行かれた方も多いと思うんですけども、ご職業は造園業でよろしいですね。で、昭和の何年、39年の1月15日です。はい、のお生まれということを、私もちょっとこちらの方を読ませていただいて、分かりまして、政治の日です。はい、で、お父様が、高田子さんが、南部さんとご面会されたということです。それ分かりました。またそれもちょっと自由に聞きましたけど、その辺のいきさつのこともはい、いろいろとページに書いてある。本の中でもね、はい、ご紹介いただいてますので、また後でゆっくり読んでいただいたと思うんですけど、はい、ちょっと順を追って時系列でお話できたら思うんですけど、まずアルバムがあるわけですね。お父様が作られた写真をいっぱい撮って、整理されてきちんとアルバム形にされた。それをなんか再発見されたっていうか。そうですね。はい、はい、その辺がちょっとどういう経緯。ちょっと母親、父親もそれこそ42年前に亡くなったんですけども、母親も亡くなって、13年ですか。はい、でもうそろそろ実家はもう空き家になってて、それも片付けなあかんなという頃になって、最初どこから手つけようかと思ったら、やっぱりもう大量にアルバムがあるので。はい、写真はなかなかね、そんな簡単には整備できないんで、じゃあまずそこから手をつけようかと思いまして、はいは
そこからやり始めたんですけども、はいはい、R1 があることはずっと頭の中でそれは分かったわけです。分かります、はいはい、ただもう数が多すぎて多すぎて、はい、200冊ぐらいすごいです200冊です。もう棚一面がいや棚というよりももう一部屋が部屋いっぱい10畳の部屋がアルバム部屋です。すごいですね。それこそ図書館の書館みたいなのがありますね、はい、あの移動式の、はいはい、あれスライドするやつ楽に、はい、ざっとうわ入ってました、はい。で、ね、今日はちょっとそのもう少しお店ね、はい、探していただけると、はい、ちょっとアルバム、貴重なアルバムを持ってきていただいてるんですけど、まあ田中さんがお生まれになったのが1964年いうこと、まあ、東京オリンピックの年でもありますよね、前のね新幹線の仮にしてるんですね、はい、まあ本当まさに高度成長期って言いましたけど、私は同世代なんですけど、私1962年生まれなんですけど、末の方の生まれがちょうど1年違うぐらいの感覚なんですけど、だからもうインスタをね拝見したり、まあ、この間の写真展もありましたけどね、岸手の方も、うん、もうほんまによくわかる世界っていうか、当時の記憶私もダブらして見させていただいてたんですけども、そもそもそのお父様はなんかちょっと絵が好きやったりとか、はい、はい、なんかちょっとそういうお話もね、やっぱり若い頃からずっと絵が好きで、はい、スケッチもずっとしてましたし、はいはいはい、これですね、はい、こういう、まあ、これは北海道行った時のスケッチなんですけども、まあ、若い頃はずっと絵を描いてました。昭和29年これは29年ですね。田中さん生まれるもっと前、若者独身の時で、はい、まあ、こういう感じの素晴らしいですね、はい、これをずっとこんにちは、こんにちは、こんにちは。でこういう絵をずっと、まあ、若い頃放浪放浪の旅に行った時に、はい、キネティックが200キネティックが来てはまたいい感じ。そうですね、はいはいはい、これはもうその現地の郵便局に行ってわざわざ切って貼ってスタンプを押してくれと、でその時にスタンプを押してもらったりとか、もう行くところどころでこうしてました、ね、すごいですよね、はい、こういう余剰が欲しいっていうのはちょっと前ですよね。まあ、また後でね、ちょっと見ていただこうと思うんですけど、刑務所の外にあったというか、その前ですか、放浪の旅に出る前に絵描きを誇らす前は勤めてたんです、はい、でそれをなぜか辞めてその職を投げ取って、はい、それこそ北海道だけじゃなく日本全国、あ、そうなんですか、はい、2年かけて、ほらちなみに他の場所のスケッチもあるんですか、はい、九州も四国も新州も全部これは本当に一部だけです。そうですか、はい、いやー素晴らしい。それで東京へ、まあ、絵描きになろうかと志されて行かれたようなこともあって、はい、でそれがね、はい、僕もその辺の経緯がよく知らなかった、はい、なんでそういうことになってたかいうのがよくわからなかった、はい、それでこの間おばさんに話を聞きに行ったんですよ。あ、はい、そしたらなんかそういう、もう長男なのに、はい、後継ぎせんと弟に皆任せて飛び出してしまって、はい、家業を、はいはい、商店やってたんですよ、はい、実家はね、はい、であれ小野市でしたっけ、小野の新部っていうところですけど、はいはい、もうそれ もう弟の任せられて、はい、行ってしまった放浪のために行って東京まで行って、はい、まあ、絵描きを目指したりとか、まあ、いろんなことをしたっていう話を聞いたんですよ、はい、それを、その時代のなんかスケッチとか、なんか日記とかは探したらあるかもしれない。
だからまあ ここら辺の絵ぐらいですね。あ、そうですか。はい、まあかなり思い切ったちょっとアーティストな感性を持ちお父さんだったのかなと、ね、はいはいはい、もう絵を描くことと文字を描くことが本当に大好きだったので、そうですね、すべてちょっといろいろちょっとコメントで、ね、さっきも入れられてましたし、はいはい、でまあそれから播州織のお姉さん、そうですね、はい、父親の姉がこの地元の西脇市っていう地元の、まあ、ここは播州織で盛んなところなんですけども、まあ、そこの織物工場を経営してるところへ嫁ぎに出たんですね。でまあなんかまあ縁があって、まあ、要は転がり込んだという感じで、まあ、そこの仕事を手伝いになったということですね。はい、でそれで西脇に住んで来られたと、はいはい、それもまた独身でやったんです。まあ、それだけやっぱりね、当時西脇にいろんな方が、まあ、播州で栄えてることがあって、まあ、いろんなところが来られて、はい、まあ、住み着かれたという流れがあったと思うんですけど、はい、昭和の30年代ぐらいですかね。そうですね、はい、で、大丈夫かな、ついついなんか逃げてしまって恥ずかしいわけじゃない まあ西脇の方でお仕事内容的にはどういう感じ？いや、なんかいろんなことをしてたみたいです。だからまあ結局親戚なんで、うん、まあ番頭的な立ち位置で、まあもう作業も現場の作業もするし、まあ商工さんの、はい、まあお金関係のこともやってたみたいですね。はいはいはい、そしてまあいよいよね、そのお母様とお知り合いになるとか出会われるわけですよね。はいはい、それが慣れ初めと言いますか、はいはい、その辺のお話を聞かれたんですよね。はいはい、いや、それもう詳しいことはよく知らなかったんですけども、はい、実はそれこそ片付けをしてたら父と母の往復書簡、はい、まあ今で言うラブレターだ、はい、もう結婚する前の、はい、手紙が出てきまして、あ、いいですね。で その中に、まあ当時、まあ、小野高校ですけども、はい、小野高時代の、はい、まあ、父と母は、まあ、6つですか、7つか6つほど離れてるんですけども、まあ、同じ在校時代はなかったんですけども、その、まあ、高校の先生が、まあ、ちょっと、まあ、縁を結んでくれる、まあ、昔のお見合いみたいなもんですけど、はい、まあ、先輩後輩の、そうですね、この子出身やし、はい、この人どうやみたいな感じで、っていうのを、まあ、内容で書いてあるんですよ。はい、はい、でなんかお母様は小野の市役所にお勤めやったんですかね。はい、はいはい、で父親は、まあ、小野中時代、あ、戦前の、ね、旧姓なんで、はい、はい、で、母親は、まあ、小野子、そうですね、はい、というお二人が、まあ、小野出身のお二人が、まあ、西脇の方で、家庭を構えられてですね、はい、で、まあ、お兄様が先にね、そうです、昭和34年に兄が生まれました。はい、あ、結婚は33年ですけどね。で、それから、まあ、いよいよ昭和の、お生まれになると、はい、ちょっとだな、間が空いて、うん、父親はそもそも結婚するのが遅かったし、はい、で僕が生まれた時も35歳ぐらいだったので、うん、ちょっと遅いと思うんですよね、はい、当時ね、ちょっと遅いですかね、うん、そうですね、まあ今の時代だったらね、はい、まあ写真をこれだけ撮られ、これだけいうか、まあたくさん撮られ出したいうのはやっぱり直人さんがお生まれになったタイミングぐらいからですね。まあもともとまあ普通に、まあ普通に撮ってたんですけど、周りが生まれた時、はい、まあ全然兄が少ないわけではないんですけど、お兄さんのまあ普通に一般家庭ぐらいの量はちゃんとあるんですけども、はい、もう僕が生まれてからはちょっと
異常な感じで異常な感じで写真を撮り出したようですね。はい、はい、いやもううちのねメイクなんかも見てねっていうアプリがあのご存知の方もいるかと思うんですけど、毎日上げてきますからね毎日見てますけど、もう60年前にあの先駆けやったみたいな。あでもこれが愛用カメラ、これで見るって言うんです、ビューファインダー、ちょっと暗いんですよね。そうでこれがピント合わせして、だからこういう感じで、はい、こういう感じ、はい、でこれ今でも使えますよ、ね、フィルムさえ入れても、原始的なね、うん、あの機構なんで、だからあのなんかアルバムの記録にも書いてあったんですけども、やっぱりピント合わせとかこう絞りシャッター全部手動でしないとダメなんで、結構時間が一枚一枚映す時間がかかるので、うちの兄は嫌がってたんですよ。ちょっとしときよみたいな感じで大変やったと思います。よかったらどうぞ見てください。じゃあちょっとこちらに行きましょうかね。はい。結構重たいですよ。ずっしりです。珍しくこのカメラ入ってます。そのビューファインダーをちょっと見てもらったら分かるんですけど、見えにくいっちゃやっぱり。いやそれでちょっと私もちょっとまだお見せできないんですけどね、あの日記の方を読んでましたら、結構なかなかお父さんの日記で興味深いところがありまして、はい、寄ってください、はい、寄ってください、はい、寄ってください。お父さんの写真を近くで、あ、写真ね、そうすみません。ちょっと面白いな。はい。近くで、ありがとうございます。結構その、ちょっと読ませていただくと、台所で、あ、田中さんに読んでいただくと。いや。じゃあいや僕もちょっとなんですけど、すみませんお待たせしました。台所で八重さんが、お父ちゃんのカメラもやみつきになったな、言うてもしゃあないし諦めたとため息まじりに笑う。しかしあんまり可愛くてしょうないポーズ、可愛くてしょうないポーズ、ちょっと場所弁ですね。もう二度と見に来ない貴重な時てんてんてんと、この辺なんかすごいね、読んでて実感が感じられてよかったんですけど、はい、結局やっぱりこういうんですかね、なんかその時の一つ一つの、はい、切り取って、もうこの時しかチャンスがないっていうのをずっと考えてるんで、うん、でも周りは全然ね、もうそんな理解してもらえないんで、またかみたいな感じでもういい加減にしようみたいな、ずっとそんな感じでした。でもまあこの本ね、ちょっともう昨日入ってに入っ、こっちが入ってきて、昨日から今日でもザーッと一気につい読んだんですけど、見させていただいたんですけど、結構お母さんが撮られた写真もありますね。そうですね、はい、はい、だから、父親が写ってる時は母が撮ってるか、三脚立てで自動で撮ってるか、はい、あとまあ第三者に撮ってもらってるか、うん、結構母親が、はい、撮られてるんでね、はい、こうやってね、もうほんまにね、ご夫婦二人三脚のアルバムを撮らされてたんですよ、撮らされてたんですよ。いやでも本当にね、まあ多分母親にしたら、まあまあまあまたかみたいな感じだと思うんですけどね。はい、はい、いやいや、まあ本当にちょっとまた後でゆっくり手に取ってご覧いただけたらと思うんですけれども、はい、はい、で、まあ田中さんの方で整理をされて、はい、アルバムちょっとまだ見ていただいてなかったんですね。まあ平台っていうかテーブルに置かれてたんですけど、ちょっともう貴重やいうことで、はい、まあもう、まあ、インスタの方は初めて見られる方が多いと思います。こういう感じでもう字がね、たくさん。
多いかな。偉いですね、あの人が教えてる。新聞とか、その時の新聞とかあったり、なんかプログラム、運動会のプログラムがね。これはだから、新聞の間に父がなんか、使いみたいなものを書いてますね。もうだいたいこういう感じで、もうとりあえず見えますか、字数が多くてびっしりと、びっしりと、はい、はい、こんな感じで日々で、これはあの清書してるんで、これはだからすぐ書いてるわけじゃないんですよ。いつもアルバムはあの常にメモ帳を携帯しまして、あの写真撮ったりなんかしてもすぐにいつでも描けるようにいつも思ってたんです。でそれがずっと溜まってきたら、まあ半年後ぐらいに完成させるとか、そういう感じで、で多分これだけ定規のようにまっすぐ描いてるっていうことは、多分あの下書きを全部してるんやと思います。あの違う紙に一旦全部書くことを全部下書きして、それを見ながら綺麗に清書をしていって、そうですね、なんかまるで 本みたいなと、うん、あのだから出版社の方が見に来られた時もびっくりされて、なんかもう本当に本みたいな作品になって、作品ですよね。でこれですね、これは東京に旅行に行った時のなんですけども、行きましょうか、東京に行った時に、僕は行ってないです。僕だけ降りていいから。その辺の事情も本の中に出てきますんで。で、昭和40年、そうそう、40年の終わりですね。これはだから新大阪駅ですね。そうですね。はい。まあ、こういう旅行者の、あの旅行計画書とか、こういう収入券。これね、収入券。昔収入券ってありましたよね。貼ったりとか、時刻表貼ったりとか、こういう感じで、とか、なんか割り箸の、もうレイアウトのセンスがまたいいんですよね、すごく。なんかの領収書、旅館かな、これ、はい、編集名刺が、ちょっとね、トラブルがあって、あー、トラブルね、トラブルがあって、はい、読んだら分かりました。はい、東京タワーってもこれめちゃ貴重ですね。はい、ここに泊まったいうやつですね。これも、はい、ハトバス。なんでこんな仕事アルバム内収録されてる。なんか、はい、こういう、はい、何でもだからもうスクラップして、まあ、スクラップ帳みたいな感じの我々もあるんですよね。はい、はい、で写真と記録と、うん、全てがパッケージされたとかね、はい、でもこれね、60年、約60年経ってもそうですね、そんなにバラバラになります、ね、そう、なんか保存状態すごくいいですね、持ちこたえてたなと、はい、しっかりしてますし、まあまあこういう感じで、なんかいっぱいやりつけて、あのパッと拝見してやっぱ重いものは印刷物も好きやったんじゃないかなと思って、そうですね、はい、チラシとか好きだったんで、だからあのそれこそ編集者とかグラフィックデザインの道に進まれたらものすごい大成功されてたよ、いや私はしてしまうんですけど、だからあれは仕上げですよね、はい、最終形態に落とし込んで、はい、でもう日々はもうこんな小さいメモ帳ありますけど、無人のそれでも常に書いて書いて書いて、そっちに書くんですけど、まあまあ、はい、また後でとりあえず、はい、もうその字はもうほとんどわからないです、見てもご本人しかわからない、はい、もう速記みたいな感じで書いてあるので、はい、そのメモ帳が段ボール箱で10箱ぐらい積んでサイズこんなあるのね、はい、まあそれはもう動かしました、もう何書いてあるか分からない、はい、いやもう、ですね、そんなね、あの
膨大な、まあもう、まあ、ある意味もう本当メモ帳でも、まあ、ある意味貴重かなっていう時代のね証言かもしれないですけど、まあ、それだけのものを、うん、ね、インスタでまとめて、そうですね、まずカラー化を生かされたんですけど、それがさっきですか、いや、とりあえず僕はその保育園以前のことがあんまり記憶になかったので、そこ、学生時代の小学校とか学生時代はもう知ってるから、うん、アルバムもよく見たことあるし、はい、知ってたんで、はい、ちょっとその本当に小さい幼い時のことはあんまり覚えてなかったから、はい、ではそれをまず見たいなと思って、うん、見たんですよ、はい、でまあ、今みたいな感じで白黒で、はい、41年の春までは白黒の写真だったんです。はい、春いうことは、田中さんが2歳ぐらい、はい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 、まさにこの本に収まってる、はい、はい、時期ですね。その時パッと見た時はやっぱり白黒だし、まあ、写真も小さいですし、はい、なんかあんまり見てもらったように文章がめちゃくちゃブワーッと書いてあるから文字量が半端ないですよね、はい、もうこれでちょっと思ったんですけども、でちょうどその時に、まあ、このここにある、はい、この本と出会ったんですよ、うん、AI とカラー化した写真で磨える戦前戦争っていう本をちょうどたまたまその時に、見てて、ちょっとこれに衝撃を受けて、なんか戦争中の写真って、まあ、なんか遠い遠い昔の話のように、まあ、僕らは思ってたんですけども、なんかカラー化してなんか色がつくだけですごい身近な感じで、リアルです。私もちょっと見させていただいて、そうね、いや、じゃあそしたら一回これできるんちゃうかなと思って、で、スマホのアプリを探してみたら結構あったの、はい、カラー化にできるアプリが、でそれでやってみたの、はい、あ、そしたらおおってみたいな感じ、はい、とりあえずもう そこからひたすら、まあ、ずっと写真を撮りながらパソコンに取り込んで、うん、でカラー化したやつをね、結構まあ画面も大きくなるし、あ、なるほど、まあ、はい、あ、そしたらこんな風に写ってたんやっていう、なんか発見したよ。その時の気持ち、いや、もう本当にすごい、あ、こんなんやったんやって蘇ったみたいな。いや、蘇ったというか本当は記憶にないんやけど、うん、記憶にないんやけどなんかすごい懐かしい気持ちになったりとか、うん、ちょっとある種ちょっと涙が出るぐらいの感動を覚えたんですけど、ね、うん、それがもうずっと白黒写真、はい、カラー化していた。それで、インスタの投稿を始められたのがいつになるんですか。去年の2月24日、はい、戦争が始まった日からです。あ、なるほど、はいはい、その日から1年だか半ぐらいですか、はいはい、で、まあね、もう今大変なことになってますけど、はい、もう10万人に迫る勢いのフォロワーさんがいらっしゃるわけですけど、はいはいはい、ね、はい、そのまあブレイクって言ったらあれですけど、なんかわっとなった、なんか大変なことがあったんですか。最初はぼちぼちって感じ、はい、いや、もうだからマイペースとか、正直言ってこんなね、あの家族写真、もうプライベート中のプライベートですから、うん、僕もやっぱり上げるにしたらちょっと恥ずかしい部分もいっぱいあるんで、これは匿名特住所で上げたら分かれへんやろと思うんで、ちっちゃい時やから、はい、今これちょっとさらけ出されてますけどまあ分かれへんやろって、ただ第一そんな見る人がそんないないやろと思って、うん、まあとりあえずまあ記録帳みたいな感覚でちょっと上げてたんで、はい、もう最初見る人なんてそれこそ10人とか、はい、そんなもんなったんですけど、そんなん全然気にならなくて、うん、とりあえずまあ最初の頃はもうそのこういう古いもの好きの昭和好きの人とか、うん、そういうのが結構見てくれるようになって、うん、そうですね、
春ぐらいからだん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 ちょっとまずはそういうレトロ好きな方とか、はい、そういうな人が結構知ってくれるので、はい、でもやっぱり家族写真なんで、うん、母と子のところとかね、親子兄弟のところとかの写真があるから、そういう子育て世代の方とかそういう人のフォロワー数が増えてきて、やっぱり一番すごくなってきたのが夏ぐらい、はい、1万超えるぐらいかな、去年。そうですね、この時点で、はい、去年の夏の時点で1万超え、1万超えるぐらいにやっと迫ってきて、はい、その辺からですね、なんかね、ある写真でバズるんですよ。ああバズるってこんなんやいう感じで、フォロワーしましたが1時間に100とか200がボーッと上がってきて、すごいボーッと見た感じ、もう見る見るうちみたいな。そうですね、だから1万から5万ぐらいまでパン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 といきました。いや僕も拝見しててね、まあ、もちろん写真もものすごい値打ちやし、まあ、自分が同世代だけにすごい分かる部分もあるしするんですけど、それもすごいんですけど、田中さんコメントを丁寧に返してらっしゃるでしょ。 あれがもうすごいなって思うんですよ。いやもうほんまに、なかなかやっぱもうお人柄やなと思って。それはもう最初の方からずっとそうしてたんで、まあ、途中はでもさすがにバズった時はもう顔マークだけにさせてもらったところも結構ありましたけど、さすがにもマークしてます。はい、まあそれだけね、なんていうの、自分の家族の体験とか重ねられたりとか、はい、まあそれはもう本当ね、我々のような昭和を知っている世代からもう今の若い方まで、まあね、ご家族とかいやと思うんですけども、はい、まあそれがね、いよいよ書籍化になるという次のフェーズに入ってしまったわけですけどね。で今ここにこうして本があるわけですけども、まあそのきっかけといいますかね、はい、その辺からちょっとお話を、はいはい、していただきます。あれはですね、はい、12月の中頃やったと思うんですけども、去年ね、はい、はい、去年の12月、はい、まあいつもメールが来て、メールじゃなくてダイレクトメッセージですね、はい、なんか聞いたこともないような、編集プロダクション、ね、はいはい、まあ、出版、まあ、最初は出版社じゃなくて編集プロダクションの方から、はい、ちょっと書籍化したいので、うん、一度ちょっと詳しいお話をさせてくださいっていう DM が来ました、はい、どうしようかなと思って、はい、で兄はなんかね結構すごいその辺乗り気で、あ、お姉さん、うちの兄が、はい、はい、言ったのが吉成です、はい、兄ちゃんです、はい、でまあ、その前から結構そういう話をずっとやれやれみたいな感じで言ってたけど、あ、で僕お兄さんはそういうお話をされてたな、うん、もうそんな話があったら、あったら、うん、でも僕はと思って、はい、どうしようと思ったんですよ、はい、で、まあ、まあとりあえずまあ話だけを聞こうってメール、まあ、メールを返して、はい、メールでまた詳しい企画書みたいなのを送っていただいて、はい、それで出版社もその時にこの出版社にしますよ、はい、まあ、今回ツーバージョンさんなんですけども、はいはい、いや聞いたことないしどうしようと思って、で、そうや、越川さんに相談しようと俺みたいな、で、ね、すぐはい、DM して、はい、出ましたんですかね、なんかそう、ね、こういうのが来てるんですけどどう思われますっていうで、最初越川さんにまず相談したんですよ、はい、すっげー重大な、はいはいはい、で、そしたら、いや、ここ知ってる知ってるって今実際に店に本入れてるから、はい、いい本を作られる出版社で、はい、
ほんまはそうなんですよ、ね、はい、大好きなファンなんですか。それを聞いて、あ、それだったらもう大丈夫かなと思って、はい、だからもう今回の出版館の縁を作られてくれたのはコシカそれがなかったら僕してなかったちょっとこの話振ってよって言われてあえてちょっと登場してしまいましたですけどね、はい、まあちょっと私のお話させていただくこの本、まあ看板建築本これうち置いてて、まあ他にも椿野さんの本ね、まあ後で見ていただいていろいろあるんですけども、結構いい本ね、いい本がいっぱいあって、ね、ちょっと最近仕入れたやったらこれ谷川俊太郎さんのね、これ刺繍とね写真集一緒になってるんですよ。そう2つ入ってるです、ね、これなんかね、めっちゃ凝った本なんですけど、はい、これね、ちょっとこういう本当に建築なんかのね貴重な本もね出されてますしね。でこの看板建築っていうのは実はうち置いてて、田中さんが椿野さんからお話来る前に椿野さんと知らずに変わってたんですよ。買ってた、はい、買っていただいた、全然知らなかったんですよ、はい、まさかそんな流れになるとは全く思ってなくて、はい、結構面白いなと思って、はい、その時はいやだから出版社のことなんか何も見てなかったから本の内容だけです、そうですかね、普通ね出版社の名前とか誰かがまあさほど気にされない方ね気にされるとちょっと私が売ってる手前もあって、そんな全国駄菓子屋のファンの方も、はい、出してありますね、傾向をちょっと、はい、しようとしてまして、はい、そう、これはね、まあ、こんな感じの、ね、シリーズ、はい、で、まあいよいよ、そうですね、それで、まあ、もう越川さんが大丈夫なお受けしますっていうことで、ぜひぜひ、でも、僕、すぐなんのかなと思ってたから、意外と、来年の秋か冬ぐらいって、その時は、うん、なると思いますって言われて、あ、そんなにかかるんやと思って、でまあ、まず企画をするので、一回お会いしましょうということで、僕東京行くのかなと思ったら、こちらから行かしてもらいます、はい、でその編集の方と出版社の方2人女性の方なんですけども、西脇に来られて、それが3月だったんですけど、はい、でちょうどそのアルバムをまあ見てもらうので全部用意してて、出版社の方が、見られたんですね。でやっぱりこの内容を見られてちょっと、びっくりされて、でもとりあえず全部写真と内容を全部もうスキャニングされて、スキャニングを全部されて、はい、とりあえず東京帰られたんです、うん、とりあえずまあ素材だけとりあえず持って帰らんとどうするかできないので、その時にあれですよね、大見さんと、はい、小泉さん編集者の2人が、はい、うちにも寄ってくださって、はい、まあ、ちょっとお話もさせていただいて、はい、スキャニングされてるところもちょっとお邪魔したりして、はい、まあ、大変な作業だと思うんです ね、アルバム丸々ってことでしょ、はいはい、スキャンされて全部データ化して20冊分ぐらいあったんです。そうですよね、はい、2日かけて、はい、で最初の企画書では、まあ昭和レトロの雰囲気の、まあ、よくある感じの、まあ、そういう本を思われてたみたいなんですけども、うん、まあ、これを見てちょっとこれがすごいなと思ったということで、はい、で持ち帰られて結構読まれたって話です。あ、そうなんですか。その文章、うんうん、いやこれは面白い、うん、でそこでやっぱりこの文章、お父さんの日記の文章を生かしたものをちょっとやっていきたいなっていうことで、うん、もう企画の方針がちょっと変わったんですね、その時に。でそれからですね、素晴らしいですね。でも父の、まあ、スキャニングしてるので、まあ、文章を、はい、書き起こして、はい、文字起こしして
それがもうたくさんあるんで、はい、でそっからのどれを使うかどうか、なんか旧仮名遣いで書かれてた、そう旧仮名遣いもたくさんあるの、はい、それを全てあのね、これちょっと読みにくいね、逆から書いてあるし、あ確かに、まあ今やからねこうですけど、はい、昔はこうですよね、反対に書きますもんね、縦書き、いや昔じゃなくて、はい、縦書きは絶対こうですやんか、はいはい、こういうに行くっていうのを、ね、なぜか知らんけど、なぜか理由は分からんけどこういう順番になってるから、はい、ちょっと一瞬分からん、分からん、はい、はい、アルバムはこっち開けたそういう意味で、それやったら横文字で書きゃええのにと思うけど、わざわざ縦書きにして、逆流れにしてっていう、まあ、お父様ならではこだわりが、はい、そこにあったりして、はい、それでもう本をとりあえず、父の日記を中心にしたもう半分読み物です、これは写真集っていうけど、まあ、写真はたくさん載ってますけど、父の文章が面白いので、いや本当ね、ぜひ笑ってください、面白い、面白いってそういう、まあそれは笑える部分ありますけども、晩秋の味もあったりね、あの随所に西脇の地名やお店の名前が出てくるし、はいはい、まあ、写真はもちろんなんですけど、あのほんまにね見て読んでしててね、あったまるんですよ、はい、だからインスタグラムしかご存じない方は多分この本読まれたらちょっとまた感覚が変わると思いますね、うん、確かにね、はい、そうですね、はいはい、父親に対してのイメージとか母親に対してのイメージとか、うん、その全体の、まあ、父が見た、まあ、昭和の家族ですから、うん、はい、インスタの方はまあ僕は、はい、本当ね、そこはまあ編集の妙っていうかね、あのちょっと私も、まあ、出版社を立ち上げた関係で前もあり、あのやっぱ素晴らしいなと思うんですね。ねえ、やっぱプロの仕事はすごいなと思って。はい、ね、はい。っていうことで、まあちょっと本のご紹介をね、簡単にねというとあれなんですけど、して質問の方に行きたいと思う、はい、ご質問の方に行きたいと思うんですけど、はい、昨日ね、あ、昨日ちょっとうちの方入ってきまして、その前にちょっと田中さんのところに最近届いてたんで、ちょっとちらっとは見させていただいたんですけど、昨日届いて、まあ今日のこともあるし、まあ一刻も早くあのページめくりたいと思って、ちょっとじっくり見させていただいたんですけどね、まあ本当に素晴らしい出来栄えだなと思いました。あの、まあもともと私グラフィックの仕事してたんで、何がいきなりいいなと思ったかっていうと、この表紙なんですけど、これ帯普通にあり、あ、普通まあ帯ありますよね。で、これがまたカバーになってまして、めくるとモノクロ写真が現れるんですね。はい、これ半透明、はい、半透明ちょっと薄いから半透明にしてあるんです。重ねるとカラーになる。カラーになる。しっかり。ちょっと微妙にずれてるのはまた味わいっていうところもあったり、まあ私ちょっとグラフィックの仕事してたんで、ひょっとしたら炭飯だけをここに置いて、こっちは青黄赤の飯を吸ってるんだなとか、ちょっといろんなことを考えて想像して楽しかったんですけど、まあそんな感じ、ここのタイトルもね、ここにしかついてないんですよ。こうめくるともう写真だけっていうね、シンプルな作りで、僕が白黒写真をカラー化にしたっていう、はい、意味も込められてる、はい、これがもう素晴らしいですね。で、この表紙タイトル、表紙の写真、やっぱりこの写真皆さんすごい好きやって言われる方が多いんですけど、はい、それ出版社の、まあ、会議でどれにする、まあ、いろいろ候補があったらしいんですけど、うん、やっぱり最終的に満場一致でこれになったっていう話を聞きました。だからこんだけ一番いい写真ですね。ちょっと若干だけね、プロモーションって今あってページめくらせていただくということで、はい、後ろの帯にも書いてある、これもオープニング の写真と、それとお父様 のコメントっていうか日記からの抜粋なんですけど、まあ、ちょっと開けてみましょうか。タイトルがありまして、
目次がね、まあ、構成的には昭和39年田中さんがお生まれになる、ナルトさんがお生まれになった年から、まあ、モノクロ写真その、まあ、3年間ですかね、40からは42年、あ、そうです、42年、はい、そこまで、はい、で日記があってお父様の日記を、中心の構成でこれはモノクロの写真なんですよね、はい、で、田中さんの後書きというかがありまして、まあ、解説も兼ねてる感じですごく事情がよく分かります。で最後にお母さんの日記がまた育児の最初の1年間ですかね。そうですね、はい、それの日記からの抜粋のが見開きで置かれてて、この流れがまたね素敵なんですよね本当にね。で、ちょっとめぐらせていただきますと、こういうふうにね、はい、これよく見る写真ですね。これはお生まれになってすぐ、いや、10日ぐらい、そうですね、2月2日って書いてありますので、はい、半月ぐらいと、はい、まあ、これカラー写真もスキャニングしたやつからもう一度、まあ、もう今の印刷技術でカラー化されてるっていうか、そうですね、多分、まあ、僕詳しいことはわからないんですけども、はい、出版社の方で、はい、編集の方で、はい、だいぶ、まあ、悪いところを補正したりとか、はい、そういうのはされてると思いますね、はい、ただもう一枚一枚丁寧に調整されてるんじゃないかと想像しますね、はいはいはい、どうしても僕がしたのはあんまり上手じゃないんで、いい、すごくいいんですけど、やっぱりちょっと微妙に色合いが、なんかおしゃれなのは、そう、色かぶりとちょっと違うかなみたいなところも、色かぶりとかがいろいろある、アプリの場合は、はい、なかなかうまくはいかないんですよね、はい、はい、なるほど、丁寧なお仕事をされてまして、まあ、もうちょっとカラー、すみません、若干見させていただいて、まあ、こんな感じでね、なんか当時の情景がもうリアルに蘇るっていうか。思われるっていう、半分ぐらいは未公開の写真ですね、はい、あ、そうなんですね、はい、写真展でも出されてなかった感じです。そうです、インスタももちろん出されてたし、だからもう母親がもう髪の毛がくちゃくちゃの写真も出てますのでパーマです、まずパーマで、ね、パーマ当ててるから寝起きとかあんなやったらもうこんな爆発するような状態でももうかわいそう、本当ね、こんな写真使うのって思ういやでもね、本当暮らしのね、有様がね、すごくわかるんだよね、うんちしたことないことが書いてあるし、もうそれは飾り気のないね、ありのままのね、家族のお話があって、で、このお父様の日記ですね、これがまあ日記にも一応白黒ですけど写真はちょっと入ってますので、はい、こっちはまあどっちかと読んでいただくページ、読むものですね、これがまたまとめて日記が読めるとまたこれがすごい引き込まれるんです、まあ、これも本当に一部ですけどね、うん、まあでも流れ的にいいのと、まあ、選ばれたやつを、まあ、面白いな、はい、もう抜粋されてますね、はい、見事に、はい、で田中さんの、まあ、編集講義といいますか、まあ、解説を交えた、これで、まあ、いろんなことがよく分かるっていうことも、だってはもう 本文の方は別に細かい説明なんかないですからね、ただ日記なんで、なるほど、はいはい、何のこっちゃ分かれへんと思う方はこれ読んだらまあまあ事情、あ、そうだった、このフォローが息子さんが素晴らしくされてるという、はい、で最後に、このお母様のですね日記、育児日記がねまたいいんですよね、これね、はい、もう短くまとめてらっしゃるんですけどね、はい、子育ての大変さと、ね、ナルトさんの愛情がね必死伝わっているんですよね、というような構成になってまして、はい、完成しました。ついにこの日を迎えて、ね、はい、まあ、ずっとでも出版社の方と原稿のずっとやり取りしてまし
で、はい、内容はもうよく分かってたんですけども、はい、まあ、やっぱり実際出来上がり完成品見た時はやっぱ考える感じになりましたね、はい、まあ構成といっても全然ね製本されてたりとかね、まだ感じ方が違うとおっしゃってました。なんでやーって、まあこんな経験は一緒に1回ぐらいあるから、いい経験させてもらいました。ありがとうございます。本当に昨日ページをめくるごとにね、ちょっとこうご家族のね体温が伝わるようなね、本当に何回でもページめくりたくなる、でも実際そうなんです、なったようになる、本当に素敵な本になりました。はい、明日から発売、明日から本格発売ですけど、はい、日本全国書店でよろしくお願いします。はい、てなことで、はい、まあ一応そういう流れをちょっとお話しさせていただいて、ちょっと今で53分、はい、53分、ちょっと1時間足らずなんで、ご質問とかありましたら、田中さんの方に、まあ、ここまで来られないと、難しいと思いますので、はい、まあぜひこれで見ていただいて、そうですね、一部写真ちょっと用意して、ちょっと後でもう一回展示し直しますんで、その辺をちょっと YouTube の方で上げていただいて、それちょっとご覧いただけたらなと思って。そうですね、はい、ありがとうございます。皆さんこれたくさんほとんどコメント来てましてびっくりするぐらいですね。ご質問とかあと来てますか？ですね、質問はないですね。はい、はい、なんかここの会場の方で、こんにちは、こんにちは、ご質問とかありますか？田中さんに何かお聞きされたら、はい、はい、どうぞ。この膨大な写真集を実際にあげようと思われたきっかけなんかばっかり、どういうことだったんですか？あ、それはね、はい、ちょっと賢さの写真でめぐれやっちゃう。ね、実はそのインスタの前にホームページ、ね、ホームページに実は西脇だけの風景写真とかを上げてたんですよ。結構西脇の風景写真とか、まあ、父いっぱい撮ってあったんで、最初それをアップしてたんですね。でもそれそう何にも考えてないし、なんかまあまあでもまあブログってこんなもんやなと思って、はい、でそれでもひょっとしてインスタやったらもうちょっとなんか好きな方やったら反応あるかなと思って、はい、それでどうせ匿名匿住所なので、まああげても大丈夫やと思って、それでちょっとあげ始めたら、やっぱり結構やっぱりインスタグラムはコメントも結構あるし、はい、好きな方が結構いらっしゃるんでね、それでちょっとまあ始めたらですね、はい、わかりました。はい、そのちなみにそのブログはもう今やめてます。そうちょっと時間の関係で写真集めたな。ちょっとちょっと時間あったら写真見ながらいろいろ当時のことを思い出して話できたら面白いですけど、まあ、もう一回後で並べますので、はい、ご覧いただけたらと思います。はい、でカメラの方でもちょっと撮っていただきますので、ちなみにこれ、まあ、1枚だけ西脇のね、この前の通りご存知の方はご存知だと思いますけど、はい、正午の、これオリゴン祭りですか？そんな昔ね、はい、昭和40年の織物なんですけど、はい、ここが七福総合銀行、ここの銀行さん、ね、の名前が、はい、七福総合銀行、あ、そんな名前やったんや、はい、阪神に変わりますね、途中で阪神総合銀行に変わって、まあ今はもうなくなりました。はい、でこの職業後は変わってないですね。はい、もうずっとあります、そこに。この手前が蓬莱橋っていうね、橋になります。まあ賑やかでしたね。でしたね。はい。織物祭りは。そうですね。というとちょっと私高千穂で織物祭り賑やか、ちょっと遠いところあるんですけど、はい、まあ西脇の町の
ハイカラさんみたいなね、もう高町の山奥の方やったんで、そうがすごかったです。はい、もうなんかほんまに嬉しかったです。召し上げ行くの僕はもうほんま大好きで、はい、僕が小さい頃は女工さん若い女性が多かったので、もういっぱいね、いらっしゃった映画館とか、はい、ね、で、宿舎がそこら中にあったので、もうちっちゃ幼い時に歩きよったらいつもよく手振ってもらったり女工さんの女の方に、それはすっごい覚えてますね。ちょっとコメントを読ませていただきますね。はい、ボクちゃん、かっこ田中さんの現在のお姿を拝見することができて感動です。今日トークショー行けなくて残念です。はい、東京でもやってほしいです、涙。はい、ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。はい、こんな話し合いもちょっとちなみにやると、種屋さんとか、ね、そこでもね、地元の方ね、懐かしい、はい、写真ですね。これが本当にオリジナルなので、はい、もうすぐそこやというね、はい、ちょっともう薄い感じになってますよね、はい、写真、はい、これもオリジナルですよね。これも、はい、はい、これもオリジナルです。あ、こういうコメントが書いてあるのは全部オリジナルの写真です。はい、だからもうちょっと色あせたセピア色になってますけど、これアルバムから切り取られたのかな。違います、父がいい写真だけをあの四つ切り、八つ切りとかに引き伸ばして、それのアルバムだったんです。なるほどな、はい、だからオリジナルなんですよ、はい、本物の写真です。はい、僕が好きな、そうです、はい、こういうのはもう僕が今の写真技術で作ってもらった、作ってもらった、はい、これね、西脇駅、まあね、ご存知の方も多いかと思いますけど、はい、私もこれで高校へ通学してましたので、はい、このね、ロータリーは、ね、ほんまにぎやかでね、まあにぎやかって言い方しますけどね、バンシュ、車両がね、ピー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 って言って入ってくる時とかね、もう嬉しいでしゃなかったですけど、うん、バスがもう6台ぐらいバーッて、うん、多かったら8台ぐらいなと思ったんちゃうかと思いますね、うん、はい、このこっちに西脇駅があったんですけど、はい、まあ、ご存知の方はよく今はもうなくなりました。なくなっちゃいましたね、もう概要なくなって、はい、まあアピカですね、今はね、はい、またメッセージいただきます。はい、昭和42年以降の作品も、はい、インスタや書籍化してほしいです。ありがとうございます。出版社に伝えておきます。はい、いやもう本当ね、財産ですよね、もうこうなると ね、まあ、西脇の財産であり、昭和の貴重なね、家族の記録やから、もうほんまに全国の皆さんが共感されてるというか、はい、まあ、でも素晴らしいものを残されてる、ね、まあ、父の、まあね、生きた証というのか、せっかくやったことが、まあ、なんか日の目見てよかったなと思ってます。はい、今も西脇市にお住まいなのでしょうか。はい、住んでおります。ね、はい、西脇住民ですね、はいはい、お話をお聞きして、明日姫路の純駆動書店に取りに行くのが待ち遠しいです。 ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、柔道さんもなんかキャンペーンじゃないけど、そう、ね、はい、ちょっとポップ化だったりね、はい、刺激ますね、姫路の直後です。はい、まあ、あの明日発売ですので、もう少々お待ちくださいます、はい、そしたら、他に何か聞きされたら、はい、どうぞ。そこで指定で行かせていただいて、ありがとうございます、はい、あのお父さん商売されてから、はい、だいぶそういう写真も少なくなったような、はい、あの書いてあったと思うんですけども、はいはい、今そのご質問でそれ以降の、はい、ものも見たいなというお話がありましたけども、はい、どの辺までこう撮ってられるでしょうね、あ、写真自体はもうそれこそ父が亡くなる昭和56年まではどっちかというとそっちの方がたくさんあるんですよ。いいか、もう何倍もある。でもその写真全然面白くないんですよ。もう全然面白くないです。面白くないですね。全然面白くないです。
なんか時間かけてないですね、もう何も記録もないし、あのアルバムにただただ貼ってあるだけで、で写してるものも父がなんか民謡やってたんで、民謡を自分僕が撮った写真とか、ああって感じで写真とか、もう店の中の写真とかそんなんばっかりなんで、全然面白いと思って、でも数はたくさんありました。はい、それでそのアルバム自体は昭和42年でもうないんですよ。それで、はい、48年まではその間はないんですね、はい、でまあ、仕事が変わって、はい、あの忙しかったせいでお店をされて、そうですね、はい、だからまあする時間がなかったんだと思うんですね。で、まあ、その後ちょっと余裕ができてきて、いっぱいまたどんどんアルバム、まあ写真自体がもう 安くなったんでね、もうそのだいぶね、そうですよね、うん、他の方なんかでも取られたり、そんなにパシャパシャ撮ってもそんなにね、高い値段ではなくて、まあ、たくさんありました。なるほど。これ、田中さんは、これですよね。はい、これで、この方ですよね。お兄様いらっしゃいますか。これです。こちらですね。はい。はい、で、タバコ屋さんの近所の、はい、2人ですね。これは、お家の、あの、路地です。あ、前のね。はい。ちょっと、東本町の辺や、そうですかね、はい、ちょっとこちら入った、はい、北に入られたと、はい、いやもうほんまにね、資料性がね、西脇の資料としても貴重なんですね、これがね、これなんかね、高麗座ですよ、これ高麗座だって老舗劇場なんですけど、西脇の映画館で、で、高麗座の写真って、ね、私もね、ちょっとフリーペーパー作ったり、いろいろ西脇のフリーペーパー作ったりしてたんで探したんですけど、2枚ぐらいしかないんですよ。こんな鮮やかなのないんで、お父さんがね、撮られた写真、あの後ろにあるいろんな写真ありますけど、街角の西脇の、まあ、それはね、写真集とか、こちらの今回の本には出てないとは思うんですが、そういう街角の風景写真なんかも膨大にあって、はい、ほんまそれも全部貴重かな。これは僕の写真、はい。でこれなんかね、横田殿さんが小さい時に田映画見て、ああとかで真似してたというね、よく書いてらっしゃるぐらいの思い出ので、絵にもされてますから、蓬莱沢横尾さんが、でもそれぐらい思い出強い映画館、もう僕になくなっちゃってるんですけど、蓬莱沢よくご存知ですか。いかに私は外の最後までやってたと思いました。大映画館、はい、でも僕も沢村さんのことなんですよ。47までさ、蓬莱沢、そうなんですよ。だからこの次の年にもう閉館になって、でいつ潰されたのはいつかはわからないんですけども、最後の日にね、ゴジラの映画だけ行ったの覚えてますよ。だから僕は記憶ないんですよ。東宝の映画館、東宝でした、ね、はい、うん、ゴジラとあの若大将加山雄三シリーズが日本立てではここの手前にローズっていう喫茶店が、それはよく覚えてますそれはハイカレー、そうそうね、確かそこはまだずっと営業されてたからね、はい、西脇の何がすごいか、人口4万人ぐらいの規模で東宝、松竹、大映、東映、映画館ごとに、最大5軒映画館あったわけで、もちろん贅沢ですよ ね。で、俳優の中西亮太さん、それがスタンダードだと思ってなってだから東京行ってそれは違うのがよく分かったってこの地方都市でね、こんな映画館があるんで、まあまあ、本当にね、なんですね、景気が良かったのもありますけど、そういう、まあ、経済が豊かで、文化も西脇は豊かであったという、まあ、今が豊かでないという意味じゃなくて、はい、まあ、そういうのを引き継いで、我々はここに住んでいますかね、はい、と思います。はい、はい、コメントいただいて、一応書いてみたいな、はい、リクエストを受けたいですね、はい、どうですか、はい、で、14時に間に合わず、近くからライブ見てます。あ、ちょっとね、来ていただけなかった、ちょっと間に合わなかった。片岡さん、YouTube、はい、ね、これちょっとアーカイブがまあ残りますんで、ちょっとまたご案内しますけど、YouTube の方、今ちょっとカメラ撮っていただいてる片岡さんの YouTube のチャンネルで、また
終わった後にご覧いただけますので、はい、はい、はい、あとでいいので先ほどのお父様のスクラップブックを近づけていただけませんか。はい、用意していきます。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとこれですね。こちらなんですか。持ちましょうか。いや、大丈夫です。はい、はい、こんな感じ見えますか。映ってます。はい、近いですか。じゃあ、どうも長時間、はい、狭苦しい場所で、ご視聴いただきまして、ご来場いただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。明日25日、とある家族の物語の本が発売になりますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、ぜひね、手に取って、まあ、本屋さんで、本の温かみを感じて、ご購入の方をお願いしたいと思います。はい、ですね、今ちょっと撮っていただいてる、まあ、これはインスタライブ今やってますけど、もうすぐ終了しますが、YouTube の方で、今ちょっと撮っていただいてて、それの方はアーカイブも残していただけるということですので、西脇きっての YouTuber 片岡さんに撮っていただいておりますので、はい、チャンネル名ちょっと教えていただいていいですか。チャンネル、しかここのあれ載せたかったらどうなるか。あ、いけますか。あ、ほなちょっとなんかね、申し訳ないですけど、剣坊1962でしたっけ。ちゃうわ、宣伝。まあまあ、はい、それぐらいの数です。まあ、そういうアルファベットで剣坊1962、いや、もう素晴らしい、いろんな貴重な映像を捉えてる方ですので、はい、そちらもまたぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ、今日は、はい、長時間どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。一応ね、学校教員してた。で、昔はね、
結構荒っぽくしてますね。 そしてこのね、電線がこう下がって1500円。はい、間違えて選手乗ってしまったけど、あ、間違えて、ちょっと、あれでしょ、よし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 、いただきます。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ、ありがとうございます。写真違うから。